はい、皆さんこんにちは、というかこんばんはですね。19時半です。さっきね、お仕事から帰ってきて、これまた下ろしてしまったんですけど、明日お手入れしてハウスの中にまた戻して休憩させようと思います。前回レンタル先の植物とかですね、帰ってきた植物たちを紹介した動画結構好評で、いろんなメール来ました。でね、いろいろ教えてくださいということがあったので、お仕事から帰ってきたこのタイミングとかを使ってですね、植物の育て方を教えていこうと思います。題して社長の観葉植物の育て方、まあそのままなんですけど、はい、ということでね、今日はねウンベラータやりたいと思います。やっぱりウンベラータめちゃくちゃ人気ですね。幸福の木、モンステラ、ウンベラータもうこの3つがねめちゃくちゃみんな好きね。とは言ってもいろんな植物皆さんやりますからね、やってほしい植物こう言ってみてください。今日はねこのモンステラじゃなくてウンベラータねやろうと思います。はい、これレンタル先からね帰ってきたんですよ。このウンベラータとってもいいでしょね。ちょっとね夜なんで見え方違うと思いますが、かなりいい状態で帰ってきてくれました。でこちらもね見てください。ほらいい感じです。あ、ちょっとね穴が開いちゃいましたこれ積んでね下ろしたりするときに穴が開いちゃったんじゃないかなと思うんですけど、こういうのもね注意しないといけない。あの運んだりするときですね。あとはこれは折れてない、あ、こういうところも、まあ、このぐらいだったら大丈夫だけど、モンステラの場合は、あ、モンステラじゃないやもウンベラータの場合こうやって穴がね開いたらもうどうしようもないのでね、もうカットするしかありませんね。ここ端っこだったら大丈夫なんですけど、まあカットするとやっぱり寂しくはなりますので、これ注意してください。はい、でこのウンベラータなんですけど、皆さんもう育て方はですね十分分かっていると思いますが、まあ、観葉植物初心者の方のために申しますと、寒さにはね深すけの中じゃ弱いんです。でもまあ今の時期は全然大丈夫だと思います。あ、でも今ね熊本めちゃくちゃ冷えてるんですよね。半袖じゃあるんですけど、昨日も寒かったし今日も割と風が冷たかったんです。なので東北とか北海道地方はですね割と寒いんじゃないかなと思うので、そういうところではですねウンベラータ結構まだまだ難しいかなと思います。はい、乾燥にはね非常に強いですけど、これだけ大きいウンベラータはお水をねいつも言ってる通りしっかり回してあげなければいけません。そうするとこういう風にね元気に育ってくれます。で僕はレンタル屋だからですね、じゃあここがミソなんですけど、どういうところに置いた方がいいということを今までねあまりこうオーソドックスなことは言っていましたが、じゃあ今回このウンベラータ、ね、これ病院に置いてたんですけど、この2鉢ともですね、どういう場所に置いていたウンベラータかというと、案外日陰です。案外日陰、そして窓とか近くにないところ、の部屋の角、そういう場所でした。病院なのでエアコンはねついているから風はしっかり回ってくれます。そういうところの方が実はウンベラータ緑を濃くてこういう状態で育ってくれます、というか耐えてくれることが多いです。がっつり日が当たるところやあまり明るすぎるところはですね、ウンベラータ実は葉っぱが黄色くなったり、また水分が飛ぶのが早くなるので葉っぱの状態が悪くなったりすること多いです。僕がレンタル先で貸し出している時のこのウンベラータの表情を見る限りはそんな感じが多いです。なので日陰の涼しい場所に貸してあげる、そうするとこういう感じで1ヶ月経ってもね帰ってきてくれます、ね、こういう状態だったらまあ消毒してお手入れをして1週間ぐらい寝かせてたらねまた出動してくれます。でこれをがっつり日が当たるところに置いたらね
多分2日ぐらいでも真っ黄色になったりして状態が悪くなります。そういうところで慣れていますからね。なのでなるべくならですね、同じような場所から同じ場ような同じような場所から同じような場所に移してあげた方が一番いいんです。一番いいんですけど、やっぱりね、持って帰ってホコリを落としたりして消毒とかしないといけないので、一度ハウスに持って帰ってきて寝かせます、ね、でも本来ならそういう風にした方がいいんじゃないかなと僕はね思うんです。で、皆さんの場合は場所を移動させないので大丈夫だと思いますけど、なのでまあレンタル屋さん様々なんですけど、本当はねずっと貸しっぱなしで水管理だけしておくっていうのが一番いいんですよ。でも僕の場合はある程度、ね、多分8割以上は全部植物毎月毎月交換しますから、ね、今月はウンベラータ、その次はこういうカポックとか、ね、じゃあこっちのゴムの木にしますとか、その次はポトスにしますとか、ね、暖かいうちは、寒くなったらこういうの貸せませんか、逆に言うと寒くなったらこういうゴムの木とかでもカポックとかは貸せるので、冬の間にはこっちを出すといったような感じでレンタルで交換していくんですけど、とにかくですね、ウンベラータは案外日陰で涼しいところ、そういう場所で育てたらすごくこういう状態で帰ってきます。傷むのが少ないです。そして水管理皆さん大変だと思いますが、そういう場所だと水分が葉っぱから蒸散する量が少ないので、水の量も少なくて済みます。もともと乾燥に強い植物なんですけど、明るいところに明るいところにという情報が出ているので、ウンベラータもね結構日の明るいところに置く人たちが多いんですが、ウンベラータ見ての通り葉っぱが大きいです。葉っぱが大きいということは水分が飛ぶ量多いし早いです。そしてフィカス系の中では葉っぱがすごく薄いです、ね、バーガンディーなゴツゴツしています、ね、これペラペラです。そして日陰で育つんですけど、そういう場所で育った葉っぱは特にペラペラです、ね、ペラペラわかるでしょ。こういう葉っぱ非常に弱いです。なので先ほどのねこの葉っぱみたいに穴が開くこともあります、ね、太陽の再生工場で再生したゴツゴツした葉っぱならなかなか開きにくくなります。こういう風に植物たち置いている環境によって性質を変化していきますが、まあその性質変化を利用して緑の濃ゆい状態に植物保つことができます。なのでウンベラータは案外暗くて涼しいところ、こういう場所を置いておくと結構長持ちします。元気か元気じゃないかというとですね、まあひ弱にはなります、暗いところなので。でもしっかり管理していればこういう風に1ヶ月経ってもレンタル先で元気な状態で帰ってきてくれるので、これはね言えます、僕がずっとやってることなので、はい、ということでね、ウンベラータはそういう場所に貸し出すと意外に楽な植物なので、そういう場所に僕は置いてることが多いです。まあ病院とかですね、学校とかね、空間の真ん中とかにドンと置いてあげるのもいいんじゃないかなと思います。窓の近くに置くというのはですね、ウンベラータあんまりやめた方がいいです。これはレンタル屋さんしかあまり知らない情報なので、皆さんこっそりと知識に入れておいてください。あとは葉水をねしっかりやればいいということもあるんですが、日陰の場合はそんなに気にしなくて大丈夫です。日がしっかり当たるところに置いちゃった場合はね、葉水もしっかりしてください。葉っぱを拭くということもありますが、虫が寄ってきやすくなります。日ががっつり当たるようなところに置いてたら肌荷が適面についてきたりするので、これはね注意してください。また外で育てて元気になった場合と室内の窓の近くで元気になった場合ってこれ全然変わってくるので、ここがですね皆さん勘違いしやすいところなんですが、もうね太陽の再生工場とかで外でがっつり焼いて綺麗に出てきた葉っぱはね
まあ強いです、ね、で同じような環境に思えるかもしれませんが、室内の窓のところでガンガン日に当たってね出てきた葉っぱっていうのはまあ元気なんですけど、なぜか虫の格好の的になりやすいので、この辺もね注意してみてください。ということでこんな感じでね、チワワ社長のハウトゥー観葉植物、久しぶりにね開催したいと思いますので、いろんな植物あります、ね、質問してみてください。まあ僕がですね扱っている植物に限りますが、できる限りお答えしていこうと思います。それでは皆さん、またね。